その遊び場というか、中央町田町駅前から柳町田町中央町というのは遠いなっていうね、田町橋と岡山大空襲で被害を、受けながらまだ、残ってると。下田町公園と、いう場所なんですけどね、これはもう皆さんね、知ってる公園だと思うんですけど、おはようございます、時刻は朝の5時です。岡山駅前に、来てるわけですけど、今日は柳町田町中央町をね歩いていこうかなと思うんですけど、まあね、岡山に出張でね来る方とか特に思うんですけど、駅前から柳町田町中央町ってのは遠いなっていうねイメージ、まあ、もちろん岡山の人もそう考えると思うんですけど、なんで離れてるんだとか、いろんな、ね、疑問を持ちながら、遊びに行ったりする人はいると思うんですけど、今日はねちょっとそこに、歩いてね行こうかなと、でいろいろ探索しながら、終わろうと今日は思います。それではねスタートします。はい、というわけでこれがね岡山の東口ということで、だいたいねここから、みんなタクシーに乗ってその遊び場というか、中央町田町の方に、行くような感じでなんですけど、まあ、だいたいタクシーだったら10分ぐらいで、行けるかなと、歩いたら20分かな。まあ、ここがね唯一、岡山をね都会だと感じる、スポットなんですよね。眺めが結構ねビルが、建ってたりいい感じで、なんかその都会チックなね、場所と、まあ、インスタ映えすると、いうことで、まあ、このエリアは、有名なんですよね。これまっすぐ行けば、この後ろ行けば、イオンの中に入ると、いうことです。ここですね、柳町1丁目、南と、だいたいこの辺ぐらいから、飲み屋街の場所に入ると。はい、まあ、なんかこの辺ぐらいから、そういう、お店があると、いうことです。
これをまっすぐ行けば、田町なんですけど、これがね有名な田町橋と、いう名前になってるんですけど、なんかね岡山大空襲で被害を、受けながらまだ、残ってると。戦時中にねこの空の、上から、爆弾が降り注いだんですけど、ね、また唯一残ってる、岡山大空襲の、遺産ということです。次のポイントなんですけど、下田町公園と、いう場所なんですけどね、これはもう皆さんね、知ってる公園だと思うんですけど、ここですね、結構ね広いんですよね。でこのまっすぐ行けば、田町中央町になります。ちょっとねこの公園を、通り過ぎてね、行こうかなと思います。江戸時代の地図なんですけど、大体ねその岡山城付近が結構ねその町屋で栄えてたということで、これにも分かると思うんですけど、その岡山駅、周辺はねほとんどその侍屋敷とかそういうのがね中心だったということでですね。でやっぱ江戸時代からのその文化が引き継がれてるのかなと思いますね。岡山駅から柳町、田町、中央町とやってきたわけですけど、まあ大体ねこういう感じな町をね知るというわけで、はい、もしよければねこちらのチャンネルの方もね登録していただければなと思います。まあ基本的にその岡山の飲み屋街で YouTube をねされてる水星にやってる YouTube チャンネルということで、ぜひチェックを、今日はねこれで帰ろうかなと思います。まだね若干ねカラオケのね音がしたりとかするんで、まだもう今6時かな6時ぐらいなんですけど、まだね町は、生きてるかなということで、これにて閉幕です。ありがとうございました。それでは。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、
未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。